週刊ヤングジャンプは、集英社が発行する日本の週刊青年漫画雑誌。1979年5月に月2回刊誌、ヤングジャンプとして創刊し、1981年の週刊化に伴い氏名を変更。毎週木曜日発売。略称は、ヤンジャン、YJ。1979年5月に創刊。週刊少年ジャンプの2代目編集長であった。 中野祐介が総監編集長を務めた。現在観光中の週刊青年漫画誌として最長の歴史を持つ。集英社は青年漫画誌として1969年よりジョーカーを発行していたが同志は半年で休刊となっており10年振りとなる青年漫画誌であった。ヤングジャンプの使命の由来は当時の週刊少年ジャンプの新人漫画賞の名称を流用したものである。 総う事の編集方針は、愛、暴力、権力。これは、週刊少年ジャンプの三大方針である、友情、努力、勝利を受け継ぎつつ、少年漫画の枠を取り払った自由度の高い、青年史において何を描くかという視点から生まれた、ものであり、いずれも、想定読者層である10歳大後半から20歳、大前半の頃に誰もがぶつかる壁でもあった。 週刊少年ジャンプとは同じジャンプ系列の雑誌であるが、編集部同士の交流はほとんどない。元、週刊少年ジャンプ編集長の西村茂雄によると、週刊少年ジャンプと週刊ヤングジャンプは、集英社内ではライバル関係であり、基本的に互いの編集方針や宣伝には関与しないとのことである。表紙は、相関からしばらくは、 松下真による、マックベアーのイラストであったが、その後1980年代後半には、掲載作品、1990年代前半より、女性アイドルグラビアに変わり、以降2014年現在に至るまで原則として、グラビアが表紙を飾っている。また、稀に表紙に男性が起用される場合もある、TRF、松坂大介、不男塾の一員、大谷翔平。 フェルナンド・トーレスなど、2000年代に入り、掲載作品のカラーイラスト中心のデザインが用いられるようになった。サラリーマン・金太郎を皮切りに、ローゼン・メイデン、オール・ユー・ニード・イズ・キル、ごくクロノブ・ルンヒルで、東京・グールなどがある。2015年16号の、ワンパンマンと17号の大谷翔平など、グラビアアイドル以外の男性、または、 漫画作品のイラストの表紙が2号連続ということもある。漫画だけでなく、グラビアや袋閉じ、ミュージシャンなどへのインタビュー記事なども紙面に盛り込んでいる。また、広末良子をデビュー直後からグラビアに掲載し、1996年頃から始まる広末人気を強く後押しした。その信頼関係から、1998年に、 マスコミが広末の進学先の大学名に関して取材に躍起になっていた時期にヤングジャンプのみが広末自身の心境を吐した記事を掲載した。1990年代以降他メディアで取り上げられる作品を多く輩出しサラリーマン金太郎、スカイハイ、ホットマン、ミステリー民族学者役文字夜王、ナイアーゲーム、八ワダイバーなどの作品はドラマ化。 エルフェンディート、カッパの飼い方、ガンツ、少年、アシベ、B 型 HK、キングダム、極黒のブルンヒルデなどの作品は、アニメ化、アライブ、スカイハイ、ガンツなどの作品は映画化された。掲載作は、ヤングジャンプコミックスに収録される。2018年3月29日発売の17号より、電子版の配信を開始した。 2019年に創刊40周年を迎え、それを記念して、同年10月19日に、ヤンジャン文化祭が開催された。初代のマック・ベアーと2代目バディ・ベアーがいる。いずれも熊をモチーフとして、松下真がデザインを担当している。初代のデザイン時に、モチーフが熊となったのは、松下にデザインを依頼した、津波治副編集長の依頼による。 初代のマックベアーは松下にとって初めてとなるオリジナルキャラクターであり、総監からよりしばらくは迷子の表紙を飾っていた。1999年の YJ20 周年を機に2代目のバディーベアーに交代。表紙をグラビアが飾る2014年現在においても、表紙と裏表紙に必ず描かれている。中野雄介すな治総監むスタッフの一人であり、初代副編集長。 山地のりたかひのよしのりふるたひできたなかじゅんいま島たかあともゆきなかむいともゆきたや、友高たか2021年10月14日、現在連載中の作品、月一連載作品や不定期連載作品も含む、阿行家行作業単行な行半行は,行,は行,行や行ら行は、yj は、集英社における、青年漫画誌の源流であり、同社の多くの青年漫画誌が、 ヤングジャンプ増刊として始まっている。このため派生紙の単行本もヤングジャンプコミックスレーベル下からの発行となっている。ただし青年漫画誌の中でもスーパージャンプは YJ 創刊後に週刊少年ジャンプの増刊号として始まっており YJ からの派生紙ではない。このため単行本もヤングジャンプコミックスからではなくジャンプコミックスからの発行となっている。 2011年1月13日、休刊した月刊ヤングジャンプに代わり、新たな兄弟誌、ミラクルジャンプが創刊された。w e b 時は、ヤングジャンプ公式サイトの略称。かつて、サイト内で、本誌連載作品の新エピソード連載が行われていたが、現在は、隣のヤングジャンプにウェブ上での新作発表の場を、譲り、w e b 時のオンライン漫画は、 もっぱら本詞作品の試し読み及び漫画グランプリ入賞作品発表の場として運用されている。以下は Web 時で連載された漫画作品の一覧である。隣のヤングジャンプはヤングジャンプの Web コミック配信サイト。略称はトナジャン。ヤンジャンは集英社の公式漫画アプリである。YJ 本詞やトナジャン連載作の最新話や 過去の人気作品を読むことができる。以下の2章の新人賞を開催している。新原作大賞の募集は不定期であり、2011年末に締め切られた第6回の応募数は約500作。ヤングジャンプに関するカテゴリー、YJ 漫画賞に関するカテゴリー。ありがとうございます。